ネパール侍です。ネパール侍は人前だな。エベレストの頂上を登るだもん。KO しか打ち勝てねえから、もう倒す、倒しかねえから、ダウンどこじゃ済まさないわ。打たれ弱いんだから、もう俺たちが渡ってきた世界の方が怖いから、あんなもんじゃ済まさねえよ。殺すか。キックボクシングすごい人としても成長できる、すごい分かりやすいスポーツだな。強いやつに向かって努力して、やっぱその簡単に乗り越えるっていう過程がやっぱ人生に似てるし、ね、成長したら壁を乗り越えるっていうか、もう次は倒せるとします。今日本一バレーティが始まっています。もう一回会場盛り上げましょう。2人で。ゴーグリングパンチにあのカウンター打つの簡単だから、ね、ダイノキンするから、ね。特別に、だけど俺が勝ったらどうするのか、どうしてくれるのか。